シュパイアー大聖堂シュパイアーは、ドイツ中南部の都市、ラインラントプハルツ州南東部に属する。町の人口は約5万人である。ローマ帝国時代に建設された。かつては、舞台ドイツ語の発音に基づいて、シュパイエルと呼ばれた。シュパイアーの表記も用いられる。フランケン地方西北部のライン側の左岸に位置している。近隣の都市としては、約15キロ北東に、 ハイデルベルク20キロ北にマンハイム35キロ南にカールスルーエが位置している。また、かつてアレマン人の定住地域が南部付近にあった。住民構成は南の高地ドイツ語の内上部ドイツ語に属する南、フランケン語や北の中部ドイツ語に属するクーアップファルツ語を境界線として使用するフランケン人が大部分を占める。最初この地に集落を形成したのは ケルト人でノービアメイグスと呼ばれた。紀元前70年ゴロゲルマン民族の一部族によって占拠され、その部族名にちなんでキビタスネメトムと呼ばれるようになるが、間もなくローマの支配下に置かれ、軍の中屯地となった。5世紀にローマの都市は破壊され、フランク族が居住するようになり、6世紀には今日の地名の元となるスピラと記されるようになった。四世紀には、 司教座が置かれていた。1030年には、当時の神聖ローマ皇帝であるコンラート2世によって、シュパヤー大聖堂の建設が始められた。10世紀末からザーリア朝王家埋葬地の大聖堂建設と司教座所在地として発展し、16世紀半ばまで頻繁に宮廷会議や帝国会議がこの地で開催され、1527年以降は、 提出裁判所が設置された。1084年マインツから逃れてきたユダヤ人がこの地に居住し、1090年ハインリヒ4世により特権を付与された。第一回十字軍に関連して各地で発生したユダヤ人に対する暴力行為はこの地でも見られた。1348年のペストを契機に荒れ狂ったユダヤ人迫害の波はこの地にも及び、 1435年にはユダヤ人が追放された。1111 11年氏はハインリヒ5世により各種の税を免除され、いかなる権力保持者も失敗やの貨幣を市民の同意なくして軽くしたり、あるいは劣悪にしてはならないと死の貨幣価値が保障された。ハインリヒ6世によっては自由選挙によって選ばれる12人によって構成される参次会が承認された。 市長が登場するのは、1230年の都市法が初めてである。1381年には、すでに主が加盟していたライン都市同盟とシュバーメン。都市同盟がこの地で一つの軍事同盟に合体した。13世紀末、新生ローマ帝国内の自由都市となった。13世紀半ば以降、市と市協の対立が激しくなり、1294年、 司教は市側の所要求に屈し、本拠地を市外に移さざるを得なくなった。異後数度にわたり、司教は市への復帰を試みたが、いずれも失敗に終わっている。一方、この構想によって市の力も衰えていった。市の内部では、十三のツンフトが都市貴族と数十年にわたり、争った後、1349年都市貴族を三次会から追放するのに成功した。 市場開設は10世紀に遡るが、1245年、フリードリヒ2世により14日にわたる市場開設の権利を認められている。もっとも、遠隔地貿易商人は10世紀半ばから存在し、ワイン、木材、赤根染料、玉ねぎの種などを扱ったが、シュパイアーの毛織物は14世紀、15世紀元やビスマルにも広まっていた。メッシュと共に、 シュパイアーは重要な金融業の中心地であった。中世末期、市壁内の面積は84.9ヘクタール、人口は6000人と7000人の間であった。宗教改革に際しては、1526年にこの地で帝国議会が開催された。結論はルター派に有利なもので、事実上各両法に宗派の選択権を認めていた。ここに、 両方協会体制の起源を見ることもできる。しかし、1529年に開かれた第2回、シュパイアー帝国議会では、こうした諸権利が再び否定され、新教派諸公の猛抗議を招いた。これがプロテスタントという語の起源とされる。1688年から1689年にかけて起こったプファルツ継承戦争で、町はほぼ完全に破壊された。 町の復興は1698年頃から始まった。フランス革命からナポレオン戦争の時期はフランスの支配下に置かれた。19世紀前半、バイエルン王国の支配下に入った。第二次世界大戦後、ラインラントプ・ファルツ州の一部となり、現在へと至る。シュパイアー大聖堂はロマネスク建築の代表的な聖堂である。建設を始めた皇帝コンラート世らが、 埋葬されている。また、ユネスコの世界遺産に登録されている。行政専門の大学院である、シュパイアー行政大学院の所在地でもある。ありがとうございます。